じゃあ今から気功の説明いたします。まず手を広げる。これで気の感覚が分かる人はふわーっとくる。はい、広げて、はい、立て、逆やる。はい、これを回す。はい、回したらだんだん手を縮めていく。手をくっつける。はい、そうしたら足を半歩開いて、肩の力を抜いて手を振る、前後ろ振る。呼吸をしながら、ここからこういうふうにやった時に吸って、これで吐く。それを意識をなしに吐く。これを50回を1セットとして4回、4、500回やる。朝、毎朝、毎日毎日行う。はい、やったものとする。はい、今度は横をねじる。横ねじり、これは交感神経と副交感神経の働きをこれで良くしている。要するにねじることによって体が中の毒が出てくるからね。よーくねじる。はい、いいですよ。そしたら足を半歩開いて、ケツを引く。足を前出す。はい、前から吸う、出す、はい、出す。これを3回。そしたら今度下に出す。はい、陰から吸って陽に出す。はい、陽から吸って陰に出す。そしたら左、右から、はい、これを10回やる。やったもんとして、はい、10回ですよ。左前、右左10回。はい、そしたら手をこういうふうに持って、はい、吸い込む。これも10回行う。はい、吸って出す。はい、そうしたら今度左足を前に出して、つま先を上げて右に持ってきて、このままぐーっとねじって、これを50回。はい、今度右をグッと持ってきて、ギュッと、手は右手を出して、これでキュッキュッキュッと前45度あたりを見て、はい、そしたら左足を上げる、つま先を下げる。はい、これで50回。はい、今度右をやる。はい、足は曲げれば曲げるほど効果が強くなってるね。大腿四頭筋の運動してる。はい、そしたら右足を曲げて左足を上げる。これも50回。横の状態をとってるね。
い、今度左を曲げて右をつける。横見てみる。はい、以上が気の流れが良くなる。これだけじゃダメだと。大気といって、中の気を練る、丹田を練るのね。はい、左足を前に出して、はい、左手からこれで5分間吐くのは腹式呼吸。5分間ずっとこれを続ける。それを右左2回ずつやる。計20分毎日行う。これを毎日行うと体の変化が出てきて、内臓が良くなり、並びに精神状態も良くなり、病気が治ります。はい、この状態で。毎日毎日続けると、人の心をコントロールできるようになる。この運動を毎日毎日やってると、人の心をコントロールできるのね。今から、その結果を、見ましょう。はい、とにかくして、はい、これが大気っていうのね。はい、左足前です。右足出して、はい、出して、これが2人でやる大気ね。はい、飛んじゃダメ、飛ばないで止めて、はい、出す、はい、吸う、もっと緩やかに吸う、はい、出してくる。これも出すときはゆっくり出して、引くときスーッと丹田の方を引く。相手の丹田の中にグーッと出してあげる。はいよ、はい、この位置。はい、いいですよ。はい、これが木が交流して、これをスーッ、あ、なんだっけ、大気、大体大体。はい、で今度手をこうにあって、はい、実写が上、上からこういう木で、で体がうわーとかって動くんですよ。木が入ると相手はああいうふうには飛んでっちゃう。あ、もう一回。こういうことが今のことを続けていくとできるようになってくる。はい、ぐっ、はい、どんどん飛んでっちゃう。ふわー。手をこういうふうにやってると、いつになっても木は相手に行ってる。ほら、行ったり来たり行ったり来たりでしょ。これは相手に木が行ってるから、はい、ぐー、手のひらをスーッと落とすと下に落っこってちゃうから、上へ上げると上にぐー、はい、これを横にやると木が横にぐー、はい、こう見てぐっちぐー、はい、こっち見る、はい、後ろへぐーっとくる。ほら、ぐーっとして手を落とすと気がぐー、はい、そのまんま、はい、ぐっと腰抜けるっていうと腰は抜けてぐー、はい、立てるかな、はい、腰抜けるぐー、おい、抜けた、うっ、よいしょ、どうした、はい、立つ、はい、抜ける、後ろにぐー、はい、抜ける、はい、はい、こっち来て、はい、ぐーっと来る、はい、はい、今度は手を合わす、はい、でこのまま後ろに持っていくと気が入るです。トーン、飛んでる、はい、戻る、はい、こっちの手、いいよ、はい、今度は押さないで引く、グー、はい、立つ、はい、今度両手を持つ、はい、これで気を入れるとグニャグニャグニャと、おっしゃ、おっしゃ、こっち上がる、うう、はい、よし、よし、よし、どうした、どうした、はい、はい、グッとやる、うっとん、はい、こっち、グッとやる、おい、どうした、はい、立つ、はい、片手で、はい、グッ、うん、よし、よし、はい、今度、こっち、はい、よっ、どうした、ほら、どうした、どうした、はい、上上がる、はい、そのまんま、はい、後ろに持ってきて、はい、抜けちゃう、ウィー、よっ、以上やったことが、その気功をやってるとこういう人のコントロールができるんですね。ということは、体がコントロールできるってことは、
感情までコントロールできるから、これをずっと続けていくと、管理職の人ね、人の上に立って管理をやる人っていうのは、気功をやると相手がすごくよく動いてくる。だから毎朝なんていうかな、簡単なことを続ける。以上で終わりです。はい、どうも。はいよ。